宮古島地方に大雨警報が発表されました。宮古島市に大雨警報が発表されています。では現在の雨雲の状況を見ていきましょう。こちら宮古島周辺活発な雨雲もありまして、この後も断続的に雨の強まる恐れがあります。雷雨や突風、道路の冠水、用水路の増水などにもご注意ください。天気が荒れている場合、そういった時は外出を控えて安全なところでお過ごしいただければと思います。これまで降った雨量を見ていきましょう。こちら積算降水量12時40分までの24時間で見ていくと、宮古島ではすでに 201.5 ミリの雨を観測しています。200ミリを超える雨が降っているということで、この後もですね、雨の降りやすい状況、大雨の恐れがありますので警戒が必要です。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけますので、ぜひご活用ください。